前回、ヨシエが死んでしまいましたが、元気を出して、元気を出して、探索じゃい、探索じゃい、この周りを、なんか落ちてんだろ、どうせ、探索じゃい、イエーイ、おーい、イエーイ、イエーイ、イエーイ、木に向かって、おーい、何にもないのかな。お、なんだ、ここ行け、立ち入り禁止か。立ち入り禁止ですか。あ、こういうとこだな。こういう奥に。矢印が出てこない。矢印が出てこない。どこだ、アイテムはどこでだ。あ、見えない見えない見えない。見えないよ。あ、いたいたいた。あったあった、ほら。ほれみ。登って取ってやる。登った後に取ってやる。回路だな。大事大事。カッパを着てるとはいえ。お、え、これど、え、屋上っていうか上にアイテムがあるぞ。これどう、なんかはしごとか落ちてないよね。なにこれ、どうやって取んのこれ。これ取りたいんですけど。なにこれ、このドラム缶をなんかする。あ、登れるのか。これでこっちかい。おお、あ、え、片方の手が乗ってないけど、さすがです。もう半分乗ってないけど。これで、これ何ですか？うん。でも、ラブコンパスよりは意味がわかるね。こうさ、あ、やべえ、傷を負うのかい。傷を負うんかい。こっちの上には何もない。あ、あるじゃん。え、これこそどうやっていく？あ、近い近い近い。え、これこそ、え、これ上から落ちてくる、来いってこと？それか、このドラム缶、見えない見えない。これさ、走って、こう行ってこう行って、待って。走って行ける？行けないよね。なにこれ、どうすんの？どうやって取るのこれ。どうやって、取るの？取れないよね。すごい取りたい。ダメ？よろしくね。これ押せないの？動かすとかないの？あ、登っちゃうな。走ってったって無理だよね。これ謎なんですけど。謎だなぁ。でも無理だなぁ。なんかこっち側になんか、ある？持っていけるものない。はしごない？はしご。万能はしごない？なさそうだな。あー。ということで、こっち側も見ます。こっち側見たっけ？見てないよね。あ、ここ通れる。あ、通れないね。峰岡台、あったー。あったー。なにこれ。お、大事大事。いいね。どんどん揃ってくね。回復アイテムが。いいですよ。回復アイテム大事だからね。カッパがこれ、なくなった時に、温まりポイント意外に欲しい時なかったりするからね。急に瀕死の状態になるからちょいちょい。そして、藤宮の様子はどう？藤宮先生。あ、何の反応もない。おい！ダメだな。ダメだな。ということで、じゃあ、どうすればいいんだ？団長！僕の玉乗りどうですか？台になりますけど。これ何？ん？何？何刺し？何刺しだと？剣刺しだ。偽物みたいだ。何剣刺しって？剣刺しって何？あ、そういうこと？剣が刺してあるやつってこと？剣刺しって。あれ、誰もいないじゃん。え、もしかしてヘリに置いてかれたんじゃないの、また。ちょっとちょっと、そういうのやめて。一旦温まりますけど。え、何したらいいの？ちょっとちょっと。団長どこ行ったの？団長。あ、違う違う。あ、なんか、あ、あ、ヘリも来てんじゃん。ヘリだ！乗して。救助ヘリが来たぞ！
あれ、まだ後ろにいる。後ろっていうか裏にいる。藤宮がいる。え、なになになに、ちょっと待って。あー、嘘でしょ。行っちゃったじゃん。嘘でしょ。また大道具の仕業。ちょっと救助隊員も今飛び込んじゃったよ。ちょ、危ない。そこ行ったら危ない。危ない。なに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 、とにかく全力で。あ、危ない。なに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 、すげえ。なんだね。よしよし、とにかく裏に逃げないと。あ、どこだっけ。やべ、おー、そこ。マジ、し、これ、し、マジかよ、なんだよ、言えよ。どっから？うわー、ビビったマン大統領だよ。あ、こっからか、よかった。あー、ちょっと呼吸を整えて。おい、みんな、ヘリだ、救助ヘリが来たぞ。スキップ。よしよし、いけ。ここで、あいつがこう落ちるから、こっちを走るでしょ。で、これガシャンして、この後、右だな、右に行くんだな。こっちだな。こっち、あ、でも違う。トラックが来たな。ほら、あ、違う、こっち行って、こうだ。よっしゃ。あ、藤宮、どう、元気、ちょっと元気、わ、ぼ、あ、元気だな、すげえ早いな。なんでそんな早いんだよ。え、ちょっと、登って、間に合うこれ。あ、間に合った。そ、お前についていきます。うわー、嘘。急げ。急げ、侵入禁止がなぜか勝手に開いてる。お、間に合ったんじゃない？嘘でしょ？救助隊員ダメ？ヘリは？くそ、ダメか。え、ヘリもダメだったの？なんかおっぱいみたいだね、あれ。あれは？すいません。あ、違うヘリ来た。違うヘリ来たじゃん。あ、これもしかしてあれじゃない？お父さんのやつ？藤宮ヘリ？藤宮ち、パパヘリ。あ、お父さん。お父さん、お母さんが。いや、聞こえないでしょう。分かってるぞ。助けて。ないない。なんだ。あっちに何？あれは。何あれ。あれはなんだ。あれは名人。何あれ。え。あれはなんだ。なんだ。なんか急に青っぽい。あれはメディアタワーよ。メディアタワー、何？行っちゃったじゃん。そこへ行けって言ってるみたい。ここでハシゴとかを、縄ばしご下ろしたら行けんじゃなかったの？メディアタワーに行こう。あ、またこの困難が見えています、はい、困難です。この先どんなに困難です。走ってった。お、マサオカーニバルだよ。中央区、ジオセクション2、噛んじゃった。噛むし、ダンモ絡むし。じゃあ、さっきのあれだよ。あれで、あれだったんだよ。わ、吹雪だ。これは体温奪われるやつじゃないかい。わ、ここ行くん。これ行ける？これ行ける？無事目行ける？ない。危ない。危ねえな。危ねえな、これ。あ、これ結構持ってかれる。右に持ってかれる。これ、また何か障害物飛んでくるんでしょうよ、どうせ。やめて。ん？これいけるかい？わあ、もう体温が、せっかく温まったけど、もう体温が下向き。藤宮氏来てる。おい！あ、急に走れたけど。ん？走れたけど、これ先なくない？ちょ、持ってかれる。ん？これどっから行くん？ん？これ？あ、これだ。あれ？来てる？彼女来てる？彼女、へい、彼女。置いてくよ。結構ドライだから、全力成人。全力で逃げるときはドライに逃げるから。ん？そんで？ちょっと待って、こっちを一回見渡そう。
こっちはなんか何もなそうだから、や藤宮、おい、あ、来た、まずチャンス、あ、チャンス、あー、逃した、くそー。視聴者の男性の皆さん、誠に申し訳ございません。うわ、ここ当たるんかい。危ない、え、これ死ぬ、危ない、嘘でしょ、危な、危機一髪。あ、なにこれ、これは拾いたい、これは拾っておきたい。ちげーわ、拾うんだっつーの、拾うんだっつーの。おお、すごい救急セットいっぱい。これやばいってことだね、この先。あ、いた。よし、このまま進んでっていいものかね。あ、またはしごあるけど、これで登るのかな。登るっぽい。よし、こう。藤宮おいで、藤宮ちゃんとついておいで。こっちは全力成人で全力で行っちゃうから、藤宮の全力を見せてくれ、俺に藤宮の全力を。これ上がってって、この線路沿いにまたずっと行けばいいんかな。お、走れた。不意に落ちる可能性があるから、ここは行けそう。うん、行けそう。ほいで、こう行って、こう行って、ここか。あ、ちょっと待って、行けないかったの？くっそー、やだー。ちゃんと今まで見てきたのにな、急に。え、ちょっと待って、ここだってどうする？ちょっと待って、見ますよ。見まして。え、だってさ、これ、ここ以外行けそうにないんだけど。え、ちょっと待って。もうちょっと行ってみて。え、これジャンプで行けんじゃないの？ちょっとダッシュでもう一回チャレンジしていい？行け。ほれ、行けた。カッパ。やばい。カッパ大事。やばい、こっから超濡れるよ。濡れ早いよ。下ネタじゃないですよ。あれ？あい、来れる？あ、藤宮さん来れないじゃん。おい、あ、え、はるか、どうなる？おお、すげえ飛んだ。すげえ飛んだじゃん今。あ、寒いね。ちょっと待って。渡してあげるか。なんかいっぱい拾ったもんね。カイロあげよう。カイロあげるよ。そしてちょっと一旦やってみる？あれやってみる？まだ、どう？どんな具合？なんでだよ。あ、今あったかいからダメってこと？なんだよ。もうちょっとじゃあ冷えてよ。冷えてみてよ。おー、なんかあった。なにこれ。なにこれ、水色の。ゴム手袋。あ、装備しよう。手袋ないよりはいいよね。なんか青か黄色みたいな。ちょっと、並んでみよう。あ、ダメだ。寒すぎるらしい。早く行こうじゃ。もう行くよ。もう行くよ。ベンチとかなんかない？ベンチにありがちでしょ？何かが。ベンチにありがちのはずなんだけど。ないがち？え？ここ行けるがち？え？ここ行けないの？え？あ、こっち回ってけと。ん？回っていく？なんかこれ、何これ？何この。あ、行けないのか。なんかすごい無駄な動きをしてる。あ、なんか部屋だ。部屋入ろう。これ温まりポイント絶対あるに違いない。あ、なんかすごい処理落ちが激しいです。あれ、温まりポイントあってよくない？光がないけど。まあでもこれ回路か。じゃあこっちです。こっち。そっち。じゃあパネルじゃなくて、制御パネルのようだじゃなくて、これ。それ、正解。
なんか遅いな。回路を取得した。ちょっと温まりたいんですけど。ん？ホワイトボードに連絡事項が書いてある。なんて？何の連絡事項？お、なんだ？なんでここでビーフチュー？アンジェリーナで食ったやん。でも、あれないと無理だよね。温まるとこ。あ、あった。あったよ。ありがとうの温まりポイント。ありがとうポイント。お、一緒に一緒に。温まって。温まって。あれで、あれしよう。食事しよう。せっかくだから。一緒に食べよう。ルジーミアと食べる。二人といえばもうビーフシチューでしょ。カップスープいっぱいあんな。いや、でもビーフシチューにしよう。お、うまそう。調理した。十分に温まったようです。で、でだ。ちょっとカッパ作れん、もうカッパに変わるもんなかったっけ？これ絶対濡れまくりビンゴでしょ？これ実はこの 0% ってもう意味ないよってこと？あ、頭につけれるね。仕方ない。海賊帽でもつけとくか。雄大な海を連想させる幅の広い帽子。説明が。あ、でもポッカポカや。ポッカポカやで。よし。行くよ。あ、ちょっとセーブしてくかな。ここで終わったらちょっと短すぎるかな。悩みどこだな。ちょっと短いけど今回ここで終わりにして一旦ちょっとこの後多分ね、結構な山場になると思うんで、ちょっと今回短いですが、ここで終わりにしておこうかな。なんか虫みたい、これ。上向いたりできないのかな。ちょっとこっち向いてほしいよね。ダメだ、全然向かない。向く様子がない。では、今回はこの辺にしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。